このバスは早く出ますので。はい、で改めましてお客様、本日は赤尾ハーブ&ローズガーデンへご来園をいただきまして誠にありがとうございます。ご乗車をいただいておりますこちらの園内バスにて、お客様がお散歩をスタートしていただくスタート地点までまずご案内をさせていただきます。距離にいたしますと約 1km ほど、正面の園路を登りまして山の中腹までバスでご案内でございます。その位置から下り方向にお庭をご覧いただきまして、先ほどの入り口までお戻りいただくという、そういう作りになっています。左手側からお庭が始まっていますが、左手はハーブガーデンと言います。ハーブガーデンには、手作り体験工房があります。ハーブの石鹸やルームコロンといった、ハーブグッズですとか、あとは夏休みの、期間限定で木工工作をやっていたり、お子様対象にはなりますがボルダリングっていうスポーツに挑戦できるコーナーがあったり、さまざまなですね遊びがありますので、ハーブガーデンの中のハーブ工房といいます、ぜひ覚えておいてください。高く日差しもありますのでね、ご散策の際は、絶対にご無理はなさらずに下り方向のバスを、うまくお使いください。はい、だいぶ高いところまで登ってまいりました。この辺りまで来ますと海抜150メートルぐらいの高さのところに今いらっしゃいますね。左手側をご覧になっていっていただきますとちょっと雰囲気変わってきます。こちらからは相模湾の海の景色がご覧いただけます。少し列になっているのが、ブランコなんですけれど、こう眺めの良いところで作ったブランコで、今 SNS でですね少しだけね話題になっています。左手側小枝ハウスといいまして喫茶店でございます。建築家の隈研吾さんにお作りいただいた建物となっております。はい、日本庭園がありまして、この庭園の上のところがお客様のお散歩スタート地点でございます。園内の頂上は右手側の丘の上にございます。ハーブ&ローズガーデンの守り神を祀った小さな神社があります。もしよろしければそちらもご覧になってください。